皆さんもよう今回はね、本当にあの冗談とかおふざけ全くなしで、本当に人と人、まあ、心と心、まあ、魂を込めたアミピさんへのメッセージです。あのアミピさんと DM のやりとりをして、最初はね、その向こうが僕に怒っていたんだよね。私のことをまた言ったでしょうって。で、僕はまあ、確かにその触れたけど、まあ、アミピさんの,あの NG 行為は してない前にそのね生活をこう YouTuber だとか名前を出すとか自分のねなんか Twitter とかをサムネに使うとかそれはやめてくれだからもう極力気を使ってまあ彼女のことをねまあ名前も出さずにちょっと触れたんですよそしたら、まあ、DM であのアンピさんのファンの人がそれを見たらしくてなんかアンピさんに言ったんだよねそれでもういい加減にしてくださいみたいな し,しかもその時俺ブロックされていたんだよね彼女には。でもまあ DM が来てでそこでやり取りしてで俺はその別にアンピさんに対して際を向ける気もないしそのブロックされたからといって嫌悪感もないしなんかマイナスな感じは抱いていないただ鹿丸さんとのやり取りとかでどうしてもなんか、うん、言いたいことがあった思ったことがあった自分の考えを動画にすることに意義を感じたからそうしたってことで。 で本人に言ったんんですよちゃんとあの別にねあなたとは対立する気もないしその争う気もないからもしよかったらあのコラボでもしませんかとか言ったらしませんって言われたんだけどでもまあそうこう結構のメールのラリーやってるうちになんか彼女が僕に対して、まあ、優しい人なんですねみたいな感じで、まあ、いい意味で変化したんだよね最初の,その入り口と違って。でも分かり合い でなんかね心を許せるようになったのかなと思ったらなぜか次の日朝起きたらブロックされていたというまあ彼女なりにいろいろ考えることと思うこととかまあアンピィさん特有のバイオリズムとかあるんでしょうねで今回あの言いたいのはそんなことじゃなくてアンピィさんがあのすごいあの叩かれて悩んでるんだよね本人はそのことをついてあの真面目に あの意見します。で、俺も綺麗事はもう言うつもりはないです。あの、本気、本心の、魂の,あのメッセージ、あの、ま、くどいけい、くどい、ね、言います。で、確かに、アミピさんは叩かれる要因がものすごくあります。だからといって、彼女のことを、あの、 2チャンネルに書いたりとか、まあ、Twitter とかでねあのひどいこと言ったりとか、まあ、YouTube のコメント欄とか、まあ、あの人コンテンツいっぱい持ってるからなんかとんでもないことを言うっていうのはあの間違ってますでアンぴきさんはそのすごいひどいこと言われてるから傷ついてるし怒ってるしそのウエイトがでかいんだよねでまあ僕も言われたよその私のなんか2チャンネルとか見たことありますかって、うん、本当にひどいんですよって 本当に悩んんでるんだよねで思い切ってあの発想を変えるしかないよねって思うんだよね。で、本人も弁護士さん相談しても、も改正級なりね、裁判に持っていくって言って、もちろんそれをやることが悪いとか、別に止めるつもりもないですけど、でもそれやっても、まあ、本人にも言ったんだけど、堂々巡りだよっていう話なんだよね。あの要はさその中でまあ 本当にひどいやつをそのピッックアップして裁判とかするじゃんでもまだひどいこと言う人ってのは残っていてあのキリがない、うん、でもまあ見せしめとしてやる分には別にいいと思うんですよねでもあのそれもまあやると同時にもちろんね彼女はそういうあの思考だし行動を取ろうとしてるからでもうアンビスさんの頭と心をガチャガチャっと変えた方があの話は早いと思うんですよね アンフィスさんは、その、本人にも俺言いました。あの、浜崎あゆみと一緒で、別に悪いことし,してないんだけど、あゆってすごい叩かれてるじゃないですか。アンフィスさんもそういった、あの、感じは伺いますって、本当に正直に本人にも言いました。で、まあ、その時はね、まあ、僕のなんか性格とか、ちょっと肯定してもらえたから、まあ、言いやすかった部分もあるんですけど、で、で結局さ、その、 あの、主役なわけよ。主役な私って思ってればいいんじゃないのかなと思うんだよね。実害ってないでしょ。あの、ただ、ひどいことを書かれて嫌な気持ちになるってだけで、実害ないですよね。被害は受けてないですよね。感情の問題で。で、やっぱ、主人公はアン否さんなわけですよ。で、書いてる人たちっていうのは、あの、 もうその他大勢というか、まあ別に書いてる人たちを侮辱する気もないけど、あの書きたくなる人の気持ちもわかるんですよ。でも、アイピスさんはその自分でそのオンラインの活動を選んだわけじゃん。で、フォロワーとかあの数字とかにも増やしていくって、あの、ねそういう志とか夢とかを持ってやってるわけじゃないですか。 でしょでもその分数字もあるしってことで,で何言いたいかっていうと言わせておけばいいじゃんって思うんだよねその人たちはそれが好き,好きで楽しいんだよねなんかスカッとするんだよねでアビさんは情報発信したりハンドメイドをやったりとかまあ彼氏となんかイチャイチャするのが楽しいわけでしょやっぱ人によってその幸せの つぼって違うわけで。ってことで、でも、自分が、あの、嫌なわけでしょ、その、書かれんのがで。それってでも本当に嫌なのかなって話になって、もうちょっと理屈とか理論とか、物理的に考えてみたら、アイビスさんが、本当に一番嫌なのは、あの、誰にも関心を持ってもらえないってことが一番やで辛いんじゃないのかなって思うんだよね。その、たくさんの SNS を、あの、 運営してるし、情報発信もこまめにされている方だし、その生活がもう卒業したのかなで、インフルエンサーとして活躍していくって思ってるわけじゃないですか。あとそのハンドメイドとか。で、誰にも見てもらえない、誰にも相手にされない、そのしらけてる状態が一番アイビスさんにとって、あの、罰が悪い、不都合な状況であって、 たくさんのアンチがいて悪口を書か,かれるってことは、ある意味注目されていることでもあり、サシハラも言うんだけど、そのアンチの人っていうのは自分の気持ちをあの素直に表現できないファンってサシは言っ,言ってたんだよね。でアンフィスさんも、いきなりそういうふうに考えることは無理かもしれないけど、ちょっとずつ自分の考えを変えて、 行った方が楽にななるしあのこの先ううまくいくいいんんじゃないかと思うんだよ、ね、である意味その SNS 活動してる上でたくさん悪口を書かれて、まあ、数字も持ってるし保護も抜けるぐらいの数字もでかくなったってことは成功してるわけじゃないですか。ででもその本当に辛くて悩んでる。で 弁護士に相談してる、裁判やるとかなってるわけじゃないですか。で、そこは本当にネガティブで辛くて、なんか、せっかくの成功があるのに、それがあるから、なんか、成功すらも、なんか台無しみたいな。え、こんなんだったら別に、ね、あの、普通の一般人でよかったよって話になるわけじゃないですか。だから、それじゃつまんないから、そういうね、自分のことを、あの、ひどく言う人を、 をなんかわいいとか愛おしいとか思えるようになった方があの手っ取り早い,いんじゃないのかなって僕は思います。でアンビスさんはあの叩かれるべくして叩かれてる部分もあるん、うん、そこは僕はあの正直に言います。アンビスさんの発信の仕方振る舞いっていうのは、うん叩かれてもしゃあないよねって思います。 だからあのそういう人たちが発生してしまうでもそれはそれで私から見たらだから自分をその高く綺麗にあに保つ必要はないと思うんだよねそう思ってるからその帰りがあって辛い傷つくってなると思うんだけどやっぱりそのまあこういう言い方もよくないけど、まあ、生活保護だし 離婚もされている方で普通の人から見たらその世の中の多数から見たらやっぱ劣っっててる感は否めないよねって思うんだよねだからたくさんのアンチがついてもあるしその自分をその高く見積もらずに思い切って低く見積もってしまった方が逆にあの爽快で楽しく明るくポジティブにいられると思うんだよね。 ちょっとね、まあ、女性にこういうことを言って、あの、確かにそうだよね、それ一理あるよねって思ってもらえないのはわかるんですけど、でももう、アイビスさんの場合はもう状況が状況だから、この起爆剤というか、まあ、こういうさ、劇薬的なアドバイスが必要なのかなって思いました。で、僕は正直、アイビスさんからその、 また、ね、このブロックされてる状態からあのまあいっちゃもんっていうかねそのクレームのメールが来てあのそこで自分が対応してそこからちょっとあの心通じ合えたことは本当に嬉しかったしまあアンピスさんのためになんかできることないかなって正直考えたんですよでもやっぱ次の日ブロックされていた何、まあ、でこのタイミングでみたいな感じもしたけど別にそれはいいよ別にうんまあ女性独特のねそのなんかあると思うんだよね ってこともあって、まあ一生懸命考えて、まあアイピスタのためにできることが、この動画での。まあそのストレートな、うん、このアドバイスです。まあ不快に思うかもしれないし、その。ちょっと私のことを考えてくれたんだって思うかもしれないし、まあ、それわかんないけど。でも、じ、自分ができるアイピスさんに対してのこ精一杯が、これなんですよ。 だからそのもっと発想を変える柔軟に頭と心をうまくガチャガチャって変えられたらあのどんだけアンキさんも楽になれるのかなってなおかつ自分の成功そのインフルエンサーとしての成功はそのまま取っておけるわけでさらに伸ばしていくことも可能でそのネガティブの闇の方があの薄くなる。 そうなってほしいから、僕はこういうふうに、あの、動画で、あの、お伝えします。まあ、めちゃくちゃ真面目に考えて、別に、あの、返答とか求めてないし、まあ、あの感じだとね、またその、アイピスさんのファンが、またあいつがあんなこと言ってたとか、まあ、チクル的なことで、だと思うんだけど、まあ、その、裁判やっても、その、別に、 やるなと、やめるとは言わないしやるなとも言わないしやるんでしょ別にやればいいよと同時にこういうあの思考心と頭とかを持った方がいいよねってだから今の、ね、よろしくないこの巨大なモヤモヤからエスケープしてほしいから、まあ、僕はこう言いましたではどうもありがとうございました。